はい、どうも覆面ぼっちです。まずはですね、僕のチャンネルのコメント欄の方に初めてコメントをくださいました、ましろさん、そして夏日さんって読むのかな、あの夏にね、あの太陽のようって書くんですけど、もし間違ってたらごめんなさい、教えていただければと思いますけれども、本当にありがとうございます。あのいつでもあのコメント欄にお越しください。年末年始、まあもちろんね、お仕事されてる方もいらっしゃるとは思うんですけど、お休みもね、多かれ少なかれあるかとは思うんですけど、僕もね、今日1月3日月曜日なんですけど、はい、年末年始の休暇が終わります。おーさ、めちゃめちゃショックです。5日間の休みだったんですけど、時間に追われることなくね、すごいのんびり過ごすことができましたね。ねえ、5日間の休みだけじゃ足りないよね。はい、まあね、皆さんそれぞれまたね、年始仕事始まっていくと思いますしね、学生さんとかはどうなんでしょうね。冬休み明けは何日なんだろう。いつもの日常がね、戻ってくる。いかん、ね、僕の動画エンターテインメントなんでね、やっぱこう現実的なお話をやっぱしちゃいけないが、つい話しちゃうんですよね。そういうのを聞いてさ、ああ、なんか、なる人もね、僕みたいになる人もいらっしゃるかもしれないしね。いかんいかん。ちょっとこの非現実的な世界をお送りしたいと思います。はい。ということでね、今回開封させていただきます。鬼滅グッズは、もうババンと出ておりますけれども、鬼滅の刃、お昼猫、モアプラスミニフィギュア、柱集結2、そして、鬼滅の刃ワールドコレクタブルフィギュアボリューム3、こちらをね、開封していきたいと思います。それぞれプライズ系のグッズになりますけれども、こちらをね、一気に開封していきたいと思います。なんか本当はね、ガチャガチャの、メッツシリーズのラバストとか、チョッコリさんとかね、デコラ、はい、とかもなんかいろいろあるんですけど、おいおい、開けてきて、いや、本当にね、追っつかないんですよね。追っつかないって、あの、グッズに追っつかないっていうよりも、この動画、ね、もう、でもまあ皆さんね、ほとんどまあ知ってらっしゃると思うのでね、まあそこら辺はいいかと思うんですけど、ということでね、今回はこちらを開封していきたいと思います。楽しい。めちゃめちゃ楽しみだよね。ということで、まずはね、お昼猫シリーズ、こちらをね、開封していきたいと思います。こちらのシリーズはですね、以前の動画で、過去段で出てたやつをね、まとめて開封させてもらったんですけれども、サイズ感ももちろんそうなんですけど、まあ、デフォルメの感じとかね、すごい可愛いフィギュアでしてね。可愛い。こちらの柱集結1のね、お三方になりますけれども、まあ、本当にね、可愛い。ミニフィギュアの部類に当たるんですかね。でもなんかサイズ感もね、すごいちょうど良くて、ね、持ってけるじゃん。持ち運びできるっていうね。とても可愛らしいシリーズになりますけれども、はい、今回はね、このお三方がラインナップしてくれてるということでね、早速開封していきたいと思います。ちょっとバズゴクさん、すいませんね、ごめんなさいね。今回のね、ラインナップは、煉獄さん、行明さん、天元の全3種類になっております。パッケージからしてめちゃめちゃ可愛いんですけど、早速開封していきたいと思います。ということで、まずは行明さんから開封していきたいと思います。パッケージはね、とてもポップな仕上がりになっておりますね。お昼寝している猫をイメージ。猫と尻尾と丸いフォルムが可愛らしいセガオリジナルデザインシリーズですということでね。猫をモチーフにするってね、あの、ニャホルメ、あれちょっと待って、カッター、あれカッター、ちょっと待って、カッターがね、はい、すいません、ちょっとね、カッターがね、なくなっちゃう。なんかね、僕のね、家はですね、本当にね、物がすぐなくなる。暖房つけようと思ってもさ、リモコンなくなっちゃったりとかさ。ねえ、やっぱね、普段から部屋綺麗にしとかないからこうなるんですよね。ね、ちびっこたちが見てるのかどうかわかんないけど、ね、こういう、なんかだらしない大人になってはいけませんよっていうね、ことをお伝えしたいと思います。シュあー、かわいい。めちゃめちゃかわいいんですけど。はい。ということで、行明さんになりますけれども、まあ、めちゃめちゃ可愛らしいデザインですね。まあ、デフォルメの感じもね、ちゃんとね、他のキャラクターとね、統一感があるというかね。はい、これ、ゼンダーの義勇さんなんですけど、口元がへの字口になってたりとかね、頬の赤らみとかね、どのキャラクターともね、統一感があって、すごいいいんじゃないかなと
思いますね。顔周りもね、とても丁寧にプリントされております。すごいね、ちゃんと額の傷もね、輪郭線があってね、はっきり見えるような形になってますね。めちゃめちゃ可愛いね。行明さんで目開くとね、目尻のこのラインが上がってるんですけど、ちゃんとね、そういったところもね、こう瞳を閉じててもそこの部分をね、ちゃんと意識して作ってくれてるっていうのはなかなかね、いいんじゃないかなと思います。デフォルメの感じもめちゃめちゃいいですよね。はい、髪の毛もね、とても太い毛束で作られておりますけれども、細かくできてますね。あ、ちゃんとここに猫耳がついております。髪の毛とね、同じ色で作り込みされておりますね。もともと行明さんの髪の毛っていうのも結構逆立ったようなね、感じになってるので、この猫耳部分っていうのがね、他の髪の毛の束とちょっとね、同じような感じになっちゃってるので、そこはちょっとね、見えづらい部分はあるかなとは思うんですけれども、次回のこの作り込みとかね、うまくできてるんじゃないかなと思います。はい、横ってかわいいね。ちゃんとね、パッケージになったような感じでね、丸みを帯びた感じっていうところ、このね、背中部分からお尻にかけてのね、感じっていうのもね、この猫の丸まった感じっていうのをね、うまくこう投影してるものになるんじゃないかなと思います。かわいい、めちゃめちゃかわいいね。はい、羽織の部分、ナムアミダ仏しっかりね、プリントされておりますけれども、フォントがね、ちょっとこう可愛らしい感じになっておりますね。このほのぼのしたデフォルメの感じと、この書体がね、うまく合ってるんじゃないかなと思っています。はい、お腹周りめちゃめちゃいいね。ここの作り込みもね、本当にすごいんですよね。置いちゃったら見えないもんね、本当に。大服のこのね、シワの作り込み、ベルト部分とか、このね、服の折り返した部分とか、あと中のこの服ですね、ここはね、プリントされております。数珠もしっかりついてますしね。あ、でも手首の数珠はないんですね。わらじの部分、はい、しっかり塗装が入っております。いいね、ここのね、大服のシワの作り込みもね、すごいこう丸みを帯びた感じだからね、ちゃんとね、このデフォルメの感じに合わせてくれてる作り込みになっておりますね。かわいいめちゃめちゃかわいいね。本来だったらね、体格差のあるこのお二人ですけど、このフィギュアでは大きさはね、しっかり統一されております。ここの統一感もね、なかなかやっぱり集めがいがあるというかね、ディスプレイしやすいものになってるんじゃないかなと思います。はい、ということで行明さんになります。続いてはね、天元を開封していきたいと思います。本当にね、いくら探してもカッターが出てこないからね、どこ行っちゃったんだろう。あー、かわいいめちゃめちゃかわいい天元になります。めちゃめちゃかわいいですね。顔周りのプリント、とても丁寧にされております。目の周りのこの化粧の部分とね、頬の赤らみの部分、ちょっとね、こう干渉してる部分はあるんですけど、特別ね、こうプリントのズレとかね、そういったところもなく、うまくね、再現してくれております。色合いのね、バランスもね、すごいいいんじゃないかなと思いますね。よくできてるよね、本当にはい、眉毛の部分のね、この線の感じっていうのもね、ちゃんとこの天元のお顔を意識して作られてるんじゃないかなと思うんですけれども、額当てのこの装飾の部分は基本的には単色の塗装になっております。特別こうメタリックとかね、パール塗装とかそういったものはありません。まあ、ただね、きらびやかな感じっていうところはね、まあ耳元のこのピアスとかね、この腕輪の部分とかね、まあそういったところでね、うまく表現できてるんじゃないかなと思います。はい、サイドに来るね、この宝石のジャラジャラした感じ、ここもね、置いた時に干渉しないようにそれぞれ内側にね、湾曲しております。しっかり考えられて作ってるねこれね。はい、耳元もね、しっかり猫耳が作られております。はい、髪の毛のね、この束ねた感じとかね、かき上げた部分とかっていうところもかなりね、大きくシワ等で作り込みされております。かわいいねめちゃめちゃかわいいね。そうそうそう、束ねてるからね、こう後ろの方にね、全部こう毛束が寄っていってるんですけど、うまくね、毛の流れもね、再現できてるんじゃないかなと思います。はい、横から見るとこんな感じ天元の大服はね、特にこう羽織を着てなくて、とてもシンプルなものになっておりますので、このお昼猫シリーズのね、体のそのキュッとね、丸まった感じっていうところ、そこのね、作り込みがしっかり見えるフィギュアになってるんじゃないかなと思います。こういったところにこうシワが入ってたりとかね、足のね、折り込んだ部分とかっていうのもね、ここで確認することができますね。他のこの羽織のあるキャラクターとかはね、羽織でこうバサって隠れちゃうから、そこの部分があんまりちょっと見えないんですけど、いかにね、こう丸みを帯びて作ってくれてるかっていうのがよくわかるフィギュアになっておりますめちゃめちゃ可愛いよね。可愛い本当に可愛い。はい、お腹周りに行きたいと思いますけれども、このね、装飾部分もね、ちゃんとイエローで塗装してくれておりますし、手甲の部分もね、しっかり塗装が入っております。はい、大服のボタンとかベルト部分はプリントで再現してくれておりますけれども、お腹周りも、はい、丸みを帯びた感じで作られてますね。しっかりそういうとこもね、確認できます。いいね、本当に可愛いな
お昼猫シリーズ本当に可愛いんだよね。お昼猫シリーズラストは煉獄さんになります。いやー楽しみですね。これはね、これめちゃめちゃ楽しみなんですけど、やっぱりカッターないんだよね。いくら探してもさ。あー可愛い。すっげー可愛いんですけど、煉獄さんになります。いや、こちらのね、煉獄さんもね、ちゃんとこの眉毛の部分とかね、目のラインの形とかね、このデフォルメ調のお顔とね、うまくね、融合してくれておりますね。すごいね。口元はね、への字口じゃなくて、なんていう形なんだろう、このね、三みたいなね、三じゃないか。はい、こちらのね、サネミとね、同じような形になっております。同じような形をしてる二人ですけど、横幅の感覚とかね、口元のこのニコってした感じのこの線の深さとかね、そういったところはね、若干の違いがあったりするので、ちゃんとキャラクターごとで使い分けてるような感じですね。はい、もうね、髪の毛の造形もめちゃめちゃ細かいと思います。髪の毛のね、逆立った部分とか、もみあげの部分とかっていうのもね、毛束一本一本しっかり作り込みがされております。でね、毛先の部分に関しては、ちゃんとね、こう溝彫りが入っていて、その部分のところに濃いレッドでね、塗装が入っておりますけれども、ただね、まあ、ちゃんとね、溝彫りが入ってるんだけど、このね、差し色のこのレッドがね、ちょっとこう雑いというかね、雑というかね、ちょっとこう溝彫りからはみ出してるような感じがところどころに見受けられたりとか、あとは塗装がしきれてない部分があったりとか、まあ、ちょっとね、その辺塗装の粗さが目立つかなとは思うんですけど、まあね、グラデーションっぽくなってはいるので、まあ、そういう風に考えればいいんじゃないかなと思っております。はい、猫耳の部分もね、しっかりついておりますし、頭頂部のところもね、両サイドにこう分かれた毛の流れになってるんですけど、そういったところもね、うまく再現できております。一番ね、煉獄さんが作り込み細かいんじゃないかなと思いますけど、横を見てくと、おお、かわいい、すげえ。はい、うねった髪の毛もね、ちゃんとここで再現してくれておりますね。あー、束ねた髪の毛とかもね、いいよね。このね、まとめた髪の毛のね、この毛の流れの感じっていうのもね、あの段差とかで結構作り込みされてるんですけど、細かいと思いますね。はい、そのままね、羽織の部分に行きますけれども、あー、これ面白いね。あのね、羽織の部分のね、この裾の部分、波打った感じの形になってるんですけど、ここもね、少しね、丸みを帯びた感じでね、ちょっと厚みのある感じでね、しっかりね、作られております。やっぱりこの全体的なフォルムに合わせてのこのね、裾の部分も統一して作られてるんじゃないかなと思うんですけど、まあね、そういった細かい配慮がすごいと思いますね。イエローの部分はね、しっかりこうグラデーションがかかっております。とてもね、綺麗なかかり方じゃないかなと思います。すごいよね。天元もあのね、派手派手な感じはするんだけど、色合いの主張がとてもはっきりしてる煉獄さんなので、煉獄さんの方がね、なんか派手に見えるというかね、存在感がすごいありますね。あ、尻尾の部分もね、ちゃんとこう髪の毛と同じような感じでツートンカラーになってますね。体服の部分は基本色がね、茶系のものになっております。まあ、こういったところもね、あのアニメとかね、しっかりね、そこを意識して作られてるっていうのがね、かなり好感が持てると思いますね。はい、ボタンの部分とかね、爪折りとかベルトの部分、こちらはね、プリントで再現してくれております。はい、キャハンの部分、本当だったらね、足元もこうメラメラしたような感じで黄色いラインが入ってるんですけど、そこの部分はね、若干ちょっと割愛してはおりますけれども、まあね、でも本当にこう置いちゃえばわかんないからね。まあ可愛いね、本当にめちゃめちゃ可愛いんだよ。いやー、これはね、本当にどのキャラもね、可愛くできてますね、本当に。ということで、まずはお昼猫モアプラスミニフィギュア柱集結に、こちらを開封させていただきました。あー、本当にね、じゃあ本当にね、すごい可愛いフィギュアなんだよ、これ。柱集結1のね、キャラクターと、今回開封した2のキャラクターと、それぞれ並べておりますけれども、可愛い、なんかね、みんなで集まってこうぬくぬくしてる感じでね、めちゃめちゃ可愛いよね。なんか小物をね、置いたりして、なかなか楽しめるフィギュアじゃないかなと思いますけど、次で、あ、オバミツ来るんだ。オバミツとシノブですかね。じゃあこれで柱が揃うわけですね。まあね、本当にね、他のね、ミニフィギュアにはない、こうほっこりしたようなね、とても癒されるフィギュアになっておりますので、気になる方はね、ぜひ推しだけでもいいのでね、お迎えしてもらえると、いや本当にね、見てても飽きないんですよ、この子たち。本当にね、ねえ、すやすや眠ってるねーとかね、なんかね、しみじみなんか思いながら、
でもね、本当に集めがいのあるフィギュアだと思うので、気になる方はぜひお迎えしてみてはどうでしょうか。続いては鬼滅の刃ワールドコレクタブルフィギュアボリューム3、こちらを開封していきたいと思います。こちらは鼓屋敷編からのラインナップになっていると思うんですけれども、炭治郎、善逸、伊之助、境外そして伊之助の素顔バージョンという全5種類のラインナップになっております。またね、いいとこついてくるっていうかね、まあ境外、まあ前回のね、矢幅すさまるもそうだし、あのこちらのあの手鬼もそうなんですけれども、なかなかね、やっぱフィギュア化されない鬼たちっていうのがね、まあラインナップしてくれるっていうのは本当にね、嬉しい限りですけれども、早速開封して見ていきたいと思います。ということで、まずはね、炭治郎から開封していきたいと思います。パッケージの側面にはね、はい、今回のね、ラインナップしてるキャラクターたちが載っております。じゃあ早速開封していきましょう。やっぱりカッターがないんだしゅっ、おお、ちょっと見ないどこ見ないどこ炭治郎開封しましたけれども、スタンドと日輪刀と本体の3パーツの構成になっております。先にね、ちょっと本体だけ組み上げていきたいと思います。わー、これもね、ミニフィギュアの部類には入るかと思うんですけど、柄の部分とかね、とても細かく作り込みというかね、塗装もされておりますし、刀身の部分もね、キラキラ光るね、粒子が入ったような感じで作り込みがされております。だいぶこう軟質素材になってますので、曲がり癖がつきやすいかなとは思うんですけど、軽くね、修正してあげれば元にも戻りますし、まあ、必要であればね、お湯を使って修正すれば大丈夫じゃないかなと思います。羽織のなびきとかね、すごい細かくできてるんじゃないかなと思いますね。あとはね、プリントもね、しっかりされております。分割線、はい、肩の部分にあるんですけど、特にね、ズレとかもないので、とても細かくできてるんじゃないかなと思います。緑色の部分はね、おそらく成型色ではないかなとは思うんですが、とてもね、こう発色がいいというかね、ツヤありの感じで作り込みがされております。手先にかけてのグラデーションっていうところはね、しっかりかけてくれております。鞘の部分もね、また日輪刀とは違った、まあ樹脂製ではあると思うんですけど、ちょっとこうツヤありの感じでできてたりとかね、この鞘の感じっていうところもね、このワーコレではうまく作り込みがされてるんじゃないかなと思います。この足に踏ん張りを効かせたところのね、かかと、足先の造形とかね、うまくできておりますね。ではお顔の方を、かっこいいめちゃめちゃかっこいいね。前髪のね、かき分けた感じの髪の毛の流れもね、ちゃんとシワで作り込みされています。はい、額のあざ、瞳のアイプリント、とても綺麗ですね。口もね、こうしっかりこう開けているような造形になってますけど、歯の部分とかね、この口の中の部分、しっかり塗装が入っております。両手をこう持ち上げているポージングになるので、上げているこの左腕に合わせて回復のね、シワの流れっていうのもうまく作られてますね。かっこよめちゃめちゃかっこいいね。ベルトのバックルの部分と台風のボタンですね、はい、発色のいいシルバーで塗装をしてくれております。日輪刀をつけてみましたけれども、正面から見るとね、だいぶこう日輪刀でお顔がちょっと隠れてしまうような感じになるので、これが正位置なのかな。かっこめちゃめちゃかっこいいね。このポージングとこの表情っていうと、俺がくじけることは絶対にないとか、あの辺の放った言葉の時のポージングじゃないかなと思うんですけど、めちゃめちゃ忠実にね、再現できてるんじゃないかなと思います。あのワンシーンが本当にね、思い浮かぶぐらいとてもね、このアニメを忠実に再現したワーコレになってるんじゃないかなと思います。かっこよ。はい、ということで、まずは炭治郎になります。いやー、すっごいかっこいいね。善逸、こちらを開封していきたいと思います。善逸を開封しましたけれども、スタンドと善逸本体、そして本体を支える支柱の3パーツの構成になっております。あの、これ霹靂一閃の構えですけれども、もうスタンドからね、こうはみ出さんばかりの、かなりこう足をね、踏み込んだ造形になっておりますけれども、まあね、この力を蓄えてる感じっていうところがね、このワーコレのフィギュアではかなりうまく再現できてるんじゃないかなと思います。羽織もね、後ろにこうバサッと大きくなびいておりますね。なので、この大服の後ろの造形もね、しっかり確認することができます。キャハンの部分ですけれども、基本色のイエローの部分とね、オレンジ色のこのグラデーションのかかり具合がとても綺麗にできております。このポージングの作り込みがめちゃめちゃ細かいですね。指の部分とかもね、この抜刀する時のね、カシコンってやるやるこの手首、手の動きとかね、うまくできてるんじゃないかなと思いますし、日輪刀もね、
束の部分のね、この布が巻いてあるところのシワの作り込みとかね、まあ、あと、ツバの部分もね、しっかりゴールドで塗装がしてくれておりますので、日輪刀のね、この作り込みっていうのは本当に細かいものじゃないかなと思います。袖のね、この裾の部分もしっかりね、横線でね、ちゃんとこう溝彫りが入ってたりとかね、全体的なこの模様もね、しっかりプリントされておりますし、グラデーション塗装がかかっております。髪の毛の作り込みも細かいですね。ね、この体をグッと落とし込んだポージングとかもね、めちゃめちゃ、うまく再現できてるんじゃないかなと思うんですが、あーめちゃめちゃかっこいいね。すげーリアルだね。すげーめちゃめちゃかっこいい。お顔がねすごいリアルにできております。口と下唇の部分もしっかり造形されていて、溝掘りしてある部分も墨入れが入っております。はーすごいね。前傾している前逸になりますので、お顔の方はね正面から見ると拝見することはできないんですけど、ここから見た時とかね横から見た時とかね、モブ鬼に対して、まあ、初めてあの、霹靂一閃をした時のところじゃないかなとは思うんですけれども、めちゃめちゃかっこいいね。ナンバリングされたワーコレでは初めて善逸ラインナップしてるんですけれども、単発で出たワーコレの方では、すだちの善逸もありますので、まあ、それとね、こう並べていってもいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、めちゃめちゃかっこいいね、これ。続いてはね、イノスケを開封していきたいと思います。イノスケはスタンドと本体の2パーツの構成になっております。はい、イノスケになります。いやめちゃめちゃかっこいいよねこのこれ後ろ姿もめちゃめちゃかっこいいですね。はい、イノガシラのねこの毛羽だった感じっていうところも細かくね作り込みがされております。上半身はね裸になっておりますけれども、腕のね分割線後ろから見るとね目立つような感じになってるんじゃないかなとは思うんですけれども、後ろ向きで飾ることはほとんどないと思うので、まあ、そこは特別気にしなくてもいいかなとは思いますけれども、このさなんていうのこの後ろのさ骨のなんかね出っ張りとかね、背中のねこの筋肉の感じとかね、めちゃめちゃ細かく作り込みがされております。腰身の造形もはい細かく作り込みがされております。膝を床につけているポージングになるんですけれども、こちらもね炭治郎と同じような感じで、この後ろ足のこのね踏み込みの部分というかグッとこう力を溜めてるようなね感じのところもねしっかりね作り込みがされております。お顔の方はあーすげーかっこいい、めちゃめちゃかっこいいんですけど、すごいね、めちゃめちゃかっこいいね。ねこれ井の頭のね造形もねアニメに忠実にね再現してくれておりますね。井の頭の部分のねこの毛の流れというかね、そういったところもね溝を掘りしてくれてあったりとか、頬のね両サイドの部分のこの毛羽だった感じっていうところもね作り込みがされております。あとはねすごいなと思ったのはね、目がね飛び出たような感じになってるんですけど、この下の部分はいちょっとね持って作ってくれてるんですけれども、そこがねしっかり作り込みされてるおかげで井の頭のね目の浮き出てる感じっていうところが強調されてるものになるんじゃないかなと思います。そして瞳のアイプリントもねとても綺麗にできております。はい、そしてね鼻の作り込みですけれども、僕もうちょっとねあの鼻の穴をね深く掘ってくれてるのかなとは思ったんですけど、ワーコレではねちょっとこう浅めに作ってくれております。まあ、ただね正面から見てもちゃんとこの鼻の穴の形っていうのはしっかりわかるような形になってるので、まあねなかなかいいんじゃないでしょうかね。はい、体の部分ですけれども筋肉の造形もしっかりされておりますし、腕を交差させたポージング、あーこれもかっこいいね。これはどこのシーンなんだろう、あのモブ鬼に対して的がでかいと切り裂きがいがあるぜってモブ鬼に対してまず言って突進して三の牙食い裂きってやったシーンじゃないかなとは思うんですけど、まあでも基本的にね、イノスケはまあ初手が大体こう手を交差させてるようなポージングなので、まあちょっとどこのシーンかはちょっとわかんないんですけど、でもね、このポージング自体はね、めちゃめちゃかっこいいと思います。日輪刀もね、刀身の部分、はい、発色のいいメタリックでね、塗装をしてくれております。はい、反対の部分もね、しっかり塗装が入っております。正面から見るとね、このような感じになっております。まあ前逸と同じような感じで、かなり前傾姿勢にはなってるので、お顔自体はね、こうはっきり見ることはできないんですけれども、下からの、アングルで斜めから見てあげるとあのアニメのねワンシーンをしっかりね再現できてるものになってるんじゃないかなと思います。なあめちゃめちゃかっこいいねこれね。続いてはね個人的にすごい楽しみにしていた境外になります。いやこれがねフィギュア化するなんてね思いもしなかったですけれども、早速開封していきたいと思います。めちゃめちゃかっこいいですけど、スタンドと本体、そしてそれを支える支柱の3パーツの構成になっております。
もうまずね、ひときわ目立つのはこの背中の部分のね、この血管みたいな造形ですけれども、すごい細かくできてますね。もうなんか後ろからでもこの鬼感っていうのがね、すごいもう漂ってくる造形になってるんじゃないかなと思いますけれども、胸外もね、はい、腕の部分に分割線があります。まあでもね、特別、まあ前にこう手を出してるようなポージングになってるとは思うので、特別まあそこは気にならないかなと。長髪のね、この跳ねた感じっていうところもね、もともと毛束のね太い感じでなってるので、そこはしっかりね忠実に再現できてるんじゃないかなと思います。はい、帯のこの縄のようなね感じ、ここもねしっかり造形されておりますし、垂れ下がった布のシワもねしっかり作り込みがされております。でね、肌の色の感じもね、若干ちょっとこうグレーっぽいというかね、やっぱりこう人間味を感じさせないような肌色になっておりますね。鼓部分もね、この模様みたいなものはプリントされてるんですけど、細かいねこう傷みたいなものが入っております。これはね溝彫りで入ってるんですけど、とても細かくねできてるんじゃないかなと思います。はい、反対側もね同じような感じになっております。まあ、あとはねここのね塗装の部分の入り方とかもねすごい細かくできておりますね。ではお顔を、あーすげー、めちゃめちゃ似てるすげーすげー。はい、顔周りプリントで再現してくれておりますけれども、めちゃめちゃ似てますね。胸外はね歯を食いしばったようなお口をされてるんですけれども、しっかりねそこの作り込みもされております。中の白いところはね塗装が入っているんですけど、ちょっと若干ねここに塗装のはみ出てる部分がありますけれども、めちゃめちゃ似てます目の中の血管もありますしね、すげえ。他の鼓部分もあの足元についていたものと同じような形で造形されております。あー、お腹のね鼓をポンって叩いてるポージングなんですね、すげえ。あ、お腹周りのねこの鼓がついてるところの周りの血管とかね、細かいね、すっげえ。正面から見るとこのような感じになります。いいね。胸外もちょっとこうね前傾姿勢になってるようなポージングなんですけど、なんかこうさまよってこう歩いてるようなね感じがこのフィギュアからも伝わってくるような感じがしますね。色の入り方もねとても丁寧になっておりますので、これはねめちゃめちゃ貴重じゃないかなと思いますね。ラストは素顔の伊之助になります。では開封していきたいと思います。スタンドと本体とそれを支える支柱の3パーツの構成になっております。髪の毛はねしっかり毛先の部分グラデーションがかかっております。髪の毛の流れもちゃんとわかるような形で作り込みがされております。はい、体の部分、はい、こちらもね腕の部分に分割線がありますけれども、ただまあ筋肉の造形とかねうまくできてるんじゃないかなと思います。はい、腰身のの部分、先ほどのねあの井の頭の伊之助とはまた違うポージングにはなったりするので、まあ、それに合わせてねちゃんとこの毛羽だった部分っていうところもそれぞれの動きに合わせてちゃんとね造形が変わっているっていうね、これもまたすごいよね、もうすごくて手震えてきちゃうよ本当に。ズボンの部分、はい、こちらもね大きくこうシワをね作ってくれているので、その柔らかさ的なところはねうまく表現できてるんじゃないかなと思います。すねからね足先にかけてのねこの毛羽だった感じの造形っていうのもね、まあ、よくできてるなと思いますね本当に。ではお顔を拝見していきたいと、おーすげーいいじゃん、めちゃめちゃいいじゃん。これってどのシーンなんだろう。炭治郎とこう頭突きして井の頭が取れちゃってね、あの額にこう血を流しながら、あの俺様の名前はってあのいうところが確かあったと思うんですけど、確かその時はね右手をこういうポージングにして、でもね顔はね確かこういうようなお顔だったと思うんですけど、どこの部分なんだろうなこれ。あの初期のアニメをねかなり忠実に再現している感じじゃないかなと思います。瞳とか眉毛の部分もねプリントなんですけど、とても綺麗にね作られてるんじゃないかなと思います。はい、口もねニカって笑ってる表情になっておりますけれども、特にね口の周りにこう墨入れがあるわけじゃなくて、一応ね口の形に合わせて中にね塗装が入っております。髪の毛の造形もね大きく束を取ってくれてる感じとかね、前髪を交差した感じとかうまくできておりますね。はい、体のねこの筋肉、やっぱりシックスパック胸筋、ここはすごいね、ちゃんとどのフィギュアでもうまく再現できてるんだよね。はい、腰身のの部分と体服のね下のズボンの部分、うまくね作り込みされております。
かっこいいね、めちゃめちゃかっこいいね。ということでね、ワーコレのボリューム3を開封させていただきましたけれども、今回はですね、あのすだちのキャラクターっていうよりも結構こう動きのあるキャラクターが多かったですね。ただね、本当にあの鼓屋敷編のアニメのワンシーンを本当にね、うまくね切り取ってくれたラインナップと造形になってるんじゃないかなと思います。兄弟と伊之助も若干の身長差はありますけど、特別そんなにこう大きな違いはあんまりなさそうですね。帝鬼でもやっぱりこれぐらいの大きさだから、まあある程度こう統一したフィギュアの大きさになってるんじゃないかなと思うんですけれども、まあそこもね、個人的にはすごい好感が持てるかなと思います。いやー、もうね、兄弟熱いねこれ。やっぱね、ここのね、鬼たちがね、何回も言いますけど、わーこれはね、本当にね、なかなかこうフィギュア化されないマイナーなキャラクターたちもしっかりラインナップしてくれてるので、鬼好きの方もそうですけれども、やっぱりね、この鬼滅作品のね、各編のね、こうシチュエーション的なものを極めたいよっていう人はね、ぜひこのね、ワーコレをね、集めたらね、これはもう大興奮するんじゃないかなと思いますね。ワーコレ自体は本当に造形は本当に素晴らしいものになってるので、まあ、推し特化でね、集めてもらっても全然大丈夫だと思いますしね。これはもう、僕、制作に何も携わってないんですけど、自信を持ってこれはおすすめですと言えるフィギュアになっております。鬼滅の刃、お昼猫、モアプラスミニフィギュア、柱集結2、ワールドコレクタブルフィギュア、ボリューム3、こちらを全種類開封させていただきました。どれもね、プライズ系のグッズにはなるんですけれども、それぞれでね、コンセプトの違いとかね、造形の違いっていうところもね、しっかり確認することもできますしね、プライズ系は熱い。いや、本当にね、素晴らしいフィギュアになっていると思います。気になった方はぜひ、お目当てのキャラクターをお迎えしてみてはどうでしょうか。はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。